アメリカン、手作りマフィンモーニングにメロメロ。名古屋市千種区にあるカフェ&キッチンドリトルさん、おはようございます。いらっしゃいませ。シックでおしゃれな雰囲気、ちょっと大人な空間で食事が楽しめるカフェです。そんなお店の一押しモーニングは、お待たせしました、マフィンプレートです。アメリカンなモーニングをイメージしたプレートメニュー。こだわりはアメリカ東海岸で人気だというグローリーマフィン。人参、くるみ、ココナッツなどを混ぜた手作りマフィンで栄養たっぷり。香ばしい風味と優しい甘さが特徴です。さらにフルーツやたっぷりのサラダ、マッシュポテト、自家製のジューシーなソーセージもセットなんです。地下鉄東山線角王山駅から歩いて15分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレ朝の情報番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件紹介しています。午前7時50分頃からの放送です。また YouTube のメーテレニュース公式チャンネルでは、これまでに放送したモーニングを公開しています。ぜひご覧ください。